元居宣長は、1730年、伊勢の国松坂に生まれ、江戸時代の国学者、医師として著名な人物です。自宅の鈴の屋にて、門人を集め講義をしたことから、鈴の屋の牛と呼ばれました。また、加田の東麻呂、鴨の間淵、平田篤胤と共に、国学の志士の一人とされています。当時、すでに解読不能に陥っていた、古事記の解読に成功し、古事記伝という書物を表しました。また、慶中の百人一首会鑑賞の影響を受け、源氏物語の研究に取り組みました。その後、自宅鈴屋において、源氏物語、万葉集、古今集、新古今集を講じました。